100式司令部偵察機は第二次世界大戦時の日本陸軍の偵察機で、試作名称は機46です。愛称は新指定で、略称呼称は100式指定、100艇、100式、46などで、連合国軍のコードネームはダイナ、開発製造は三菱重工業です。本機の設計主務者である久保富雄は、1931年昭和6年に東京帝国大学工学部航空学科を卒業し、三菱航空機に入社。戦後は三菱自動車工業で社長、会長、相談役を歴任しました。100式指定は開発思想、機体設計、性能、外観、戦歴ともに日本陸軍傑作機の筆頭とも呼べる機体で、連合国軍の遊撃戦闘機を振り切る航空性能及び上昇限度、長大な航続距離を有していました。後の戦略偵察機の先駆的存在でもあり、またそのスタイルの美しさから、 One of the most elegant aircraft of World War II、 第二次大戦で活躍した軍用機で最も美しい機体の一つと評されています。1937年昭和12年7月に勃発した日中戦争に投入された97式司令部偵察機が、各地の隠密偵察で大きな成果を上げたことを受け、陸軍は後継機として機46の開発を命じました。陸軍からの要求性能最大速度時速 600km は当時の世界水準をはるかに超えたもので、最新の戦闘機でも未知の領域でした。三菱は自社製の発動機ハ261を2機搭載した双発型の機体設計を行いました。全面積が大きく高速化に不利とされていた空冷星型エンジンの処理については、当時最高の空力性能を得るため、東大工研の川田三次教授に高速風洞試験を依頼し、空気抵抗の少ない新設計のナゼルを使用することで克服しました。また機体自体も抵抗減少が図られ、細身で流線型の胴体と特徴的な尾翼の外見を持ち、降着装置は主輪尾輪ともに引き込み式であり、完全引き込み式は日本の双発機としては初でした。その結果、抵抗が最も小さく外観的にも美しい日本独特の流麗な機体として誕生しました。機46試作第1号機は1939年昭和14年11月に完成し、初飛行から各種テストを受けました。テスト飛行で最大速度時速 540km を記録、当時最新鋭のゼロ戦21型を超える画期的な性能ではありましたが、要求性能の最大速度時速 600km は満たしておらず、欧米列強の新鋭戦闘機と比べ決して有速ではないことが軍需審議会幹事会で問題となりました。しかしそれでも速度を含む全体的な性能が当時の陸海軍の現役作戦機よりも優れていたことから、三菱側が引き続き性能向上を図ることを条件として、1940年昭和15年9月下旬頃に100式司令部偵察機として正式化されました。1940年昭和15年は後期2600年です。この年に採用された機材は海軍では零式、陸軍では100式という呼び方を使用しました。100式司令1型は太平洋戦争開戦前から配備され、主力戦略偵察機として使用されました。1型の生産数は試作機3機、
増加試作機8機、量産機26機でした。その後も性能向上型の研究が進められ、1941年昭和16年3月に、エンジンを H26 の強化型である H102 に換装した K462 が試作開発されました。飛行テストにおいて、最大速度時速 604km を記録。時速 604km は、当時の日本機として最高記録であると同時に、日本陸海軍機初の時速 600km オーバーの記録でした。1942年昭和17年6月に、100式司令部偵察機2型として正式採用されました。1941年昭和16年12月に太平洋戦争が開戦。100式指定2型は北はアリューシャン列島、南は南太平洋と、日本軍が展開した太平洋地域全域を作戦区域として大活躍しました。陸軍のみならず海軍にも協力し、日本の戦略偵察を一手に担い続けます。特に海軍については第151、第153、第302航空隊で、陸軍から譲渡された100式指定が活躍しました。100式指定が現れると、その2、3日後には必ず日本軍の航空攻撃があったことから、連合国軍からは、写真屋の城、ビルマの通り魔、地獄の天使などと呼ばれ、その飛来を恐れられていました。100式指定2型の生産数は、試作機4機、量産機1093機で、各型中最多数でした。2型は初戦では戦闘機を振り切る高速性能で、強行偵察を可能としていましたが、敵戦闘機の性能向上に伴い被害が軽視できない状況が続くと、さらなる高性能化が求められました。あなたにも先人の声が聞こえます。